えー、サラリーマン YouTuberJ ーーさん、明けましておめでとうございます。昨年はですね、J さんと一緒に1年間を通じて取り組んできて、目標500万の副収入。最終着地は230万だったかもしれません。達成率は46%というところですよね。まあでも、500万というものを300万という目標にしていたら、46%なら120万円ぐらいだったと思うんですよ。まあですんで、 目標値の設定はこのぐらいで良かったんじゃないかなと思います。500万を目指して最終着地が200万300万。すごくいいですよね。じゃあ今年は J さん1000万を目指して500万で着地みたいな図は書けないですかね。まあとにもかくにも昨年1年間共に取り組んできて1年がかりで230万を構築してきました。これは揺るぎない事実でそれを時系列ごとに 毎月のように他の方にもお見せできたのはものすごく良かったんじゃないかなと思います。そして1年間をかけてこの構築した他のサラリーマンさんではできなかったようなサラリーマンで副業で230万副収入を完成させたという実績は J さんの中で大きな実績となってね、自信となってこれからも暮らしを支えてくれると思うんですよ。ところでね、今回この 230万増えたわけじゃないですかどのぐらい J さんは豊かでああやったなと思えたかそしてもしかしたらその230万円を何か物を買ったりね家族にサービスしたりいやいやさらにプラスアルファで次のステップアップのために自己投資をしたりしたのかもしれません、まあ、そういうこともね込みでお話しいただければきっと副収入で100万200万300万を目指す人により具体的な、ね、未来像をお示しできるんではないかなと思います 今年はですね、稼働部という新しい部門を設立して、YouTube で徹底的に稼ぎたいよっていう人を読め抱えることができました。もうすでにカリキュラムは投下してます。ですんで、1年かけてスタートがまた新たにね、私の方では始まってるんですよね。えー、J さんは昨年1年間私と二人三脚を通じて、新しいコミュニティを作るに至りました。この1月15日の作成した セールスコミュニティね。コミュニティのセールスですか。こちらの方、ぜひね、今回の動画で終わるんではなくて、いろんな場面からね、1月15日のお問い合わせをお待ちしておりますと。事前のご予約など、販売価格のお問い合わせ、内容、カリキュラムなど、どんどんお問い合わせくださいというのね、本当にこう、日々、こう、動画更新して、多くの方に知らせていただければ、さらにね、一人でも多くの同じようなサラリーマンの立場で、 将来に不安を抱えてらっしゃる方の、まあ、一助になるんではないかなと思います、えー。ぜひね、今回動画いただいた、私いただいたわけですけども、それを応援する動画を先ほど作って、今、編集してるところですけども、これにね、えーまあ、飽き足らず、明日も明後日も、新しいコミュニティを紹介する動画を J さんの方でどんどん、いろんな角度から作ってみてはいかがでしょうか。 まあ非常に今回の動画はよくできたと思うんで特に言うことはありませんえよくね1年間頑張ってくれたなと思いますこれからね、えー、J さん私の運営する稼働部に負けないようにですねご自身の製鉄活動また新しいコミュニティ活動に頑張っていただければと思います本当にね1年間お疲れ様でございましたまたね今年も J さんはご自身のコミュニティでこれからますます発展していくと思いますので多くの方を稼がしてあげてほしいなと思います じゃあ、今回はこんなところですかねえ。それではね、えー、いただいた、J さんからいただいた動画に、私の編集した前振りをガチャンコしたものをね、またお届けしますので、もう一個の URL の方をご覧ください。それでは、本年もよろしくお願いします。